今日紹介する作家は坂口安吾。プライ派の作家として知られる坂口安吾が終戦直後に発表した作品です。坂口安吾、堕落論。それまでの規範からの堕落を肯定するその内容は、当時の日本人へ大きな衝撃を与え、若者からの熱烈な支持を得て、著者坂口安吾を一躍時代の寵児へ押し上げました。半年のうちに世相は変わった。四股の見立てといでたつ我は、大君の絵にこそしなめ顧みはせじ。若者たちは花と散ったが、同じ彼らが生き残って闇夜となる。桃とせの命願わじいつの日か、見立てとゆかん君とちぎりて。けなげな心情で男を送った女たちも、半年の月日のうちに夫君の位牌にぬかづくことも事務的になるばかりであろうし、やがて新たな面影を胸に宿すのも遠い日のことではない。人間が変わったのではない。人間は元来そういうものであり、変わったのは世相の上皮だけのことだ。私は偉大な破壊が好きであった。私は爆弾や焼夷弾におののきながら凶暴な破壊に激しく興奮していたが、それにもかかわらずこの時ほど人間を愛し懐かしんでいた時はないような思いがする。運命に従順な人間の姿は奇妙に美しいものである。近頃の東京は暗いというが、戦争中は真の闇で、そのくせどんな深夜でも追いはぎなどの心配はなく、暗闇の深夜を歩き戸締まりなしで眠っていたのだ。戦争中の日本は嘘のような理想郷で、ただ虚しい美しさが咲き溢れていた。だが堕落ということの驚くべき平凡さや平凡な当然さに比べると、あの凄まじい偉大な破壊の愛情や運命に従順な人間たちの美しさも泡沫のような虚しい幻影に過ぎないという気持ちがする。特攻隊の勇士はただ幻影であるに過ぎず、人間の歴史は闇夜となるところから始まるのではないのか。未亡人が死とたることも幻影に過ぎず、新たな面影を宿すところから人間の歴史が始まるのではないか。生きよ落ちよ、その正当な手順のほかに真に人間を救い得る便利な近道があり得るだろうか。戦争は終わった。特攻隊の勇士はすでに闇夜となり、未亡人はすでに新たな面影によって胸を膨らませているではないか。人間は変わりはしない。ただ人間へ戻ってきたのだ。人間は堕落する。義士も聖女も堕落する。それを防ぐことはできないし、防ぐことによって人を救うことはできない。人間は生き、人間は落ちる。そのこと以外の中に人間を救う便利な近道はない。上品上品